近本教授です。前の動画でですね、ブリヂストンの電動アシスト自転車大幅値上げについてですね、お話しさせていただきました。で、今回はですね、このチャンネルをご覧になっている皆様に向けてというかですね、ぶっちゃけ本音というか、私の身の回りの方とかに対しては最新型の、モデルはぶっちゃけ全然お勧めしませんという話をしたいと思います。はい。で、その理由はね、ブリヂストンのデュアルドライブ車ですね、2023年モデルはちょっと分かんないですけど、2022年モデルまでで言うと一番ねスペックが高いのは2020年モデルだというふうに思ってます。要はね、ハンドルロック一発二乗っていうのが、2020年モデルまではね、採用されてたんですね。ブリヂストンの電動アシスト自転車、電動アシスト自転車に限らず、シティサイクル、上位機種、通勤通学モデルとかにも採用されてたんですけど、その一発二乗、鍵をかけると、ワイヤーでつながっててハンドルもほぼ同時に固定されるってやつですね。あれは宮田サイクルとの共同開発なのかな。昔からねブリヂストンの、アルベルトとかね、かなり上位機種にはあれが採用されてて、アルベルトイしかり、フロンティアとかにもね採用されてたんですけど、それが2021年モデルから採用されなくなったと。リコールとかちょっとね不具合があって、それで、面倒くさいから廃止しちゃおうっていうことになったんだと思うんですよね。当初はね、私ね別にあれまたね改良されて、一発二乗ね復活するって思ってたんですけど、どうやらね復活しないみたいで、とにかくねせっかくあれ便利だったのに、廃止されちゃって、で、2021年モデルですね、私アルベルトイ買って、で、1年ちょっとでね手放しちゃいましたけれども、理由の一つでもあるんです。実はねやっぱりハンドルロックがブリヂストンじゃないよねっていうか、アルベルトイも他のやつもそうですけど、クルピタっていうね、ハンドルロックに関しては、このエネループバイクにも採用されてますし、なんかやっぱちょっとパナソニック系のイメージというか、要は他のねメーカーでも普通に採用してるわけですよ。で、ブリヂストンならではのなんていうかね、オリジナリティっていうのを全然感じないっていうのもちょっとあって、で、それで、別にね通勤通学用モデルとか、結構内装5段遠足とかある、シティ車のその、ちょっと通学向けみたいなモデルだったら、ハンドルロックでもいいかなってあるんですけど、日常使いでね、便利さを一番求めてるフロンティアとかね、そういう、婦人車いわゆる、ああいうのってやっぱり利便性大事ですから、あれで、ハンドルロッククルピタはちょっとないかなっていうふうに正直思っちゃいますね。要はフロンティアデラックスとかでクルピタってうーんってなっちゃいますし、正直だからやっぱり2020年モデルが一番おすすめですね。要は中古ね、中古で2020年モデルのを、フロンティアとかね、アルベルトイ、特にフロンティアですよ。フロンティアとか、買いたいって方は、2020年モデルがおすすめです。で、あと、制御に関しても、2020年モデルからは、ちゃんと下り坂のね、自動改正で、1H に、1H だったっけ、ちょっと名前違ったかもしれないですけど、要は、下り坂のね、抑速ブレーキですよ。勾配に応じて、回生力が変わるっていうのも備わってるんで、だから2020年モデルが一番スペックが高いと思います。要はハード面での魅力が2021年モデルでガタッと落ちちゃったわけですね。なのでもちろんねハンドルロック、その一発二乗よりもクルピタの方がいい、使い勝手がいいっていう場合もあるんですけどね。ですけどやっぱブリヂストンの昔からのなんていうか伝統っていうか、高級車には一発二乗っていうのがなくなっちゃって、ちょっとそれが戻る気配もないので、2021年モデル以降は正直自分の中では価値があまりないんですよ。といってもね、最新モデル、やっぱりね新車で欲しいって方は最新モデル全然買っていただいていいと思いますし、特にね動画配信とかね、インフルエンサーとまで言わなくてもYouTube とかやってるとかね、そういった人は最新モデル買った方が、最新モデル、最新型とか
2022年モデルとかってやった方が多分動画の再生回数上がりますんで、そういう方は最新モデルをね買っていいと思いますし、まあ航続距離200キロとか歌ってね、でもまあ私とか、まあこの動画をねよくご覧になってる方だったらお分かりの通り、まああの辺のその航続距離のね表示なんていうのはアシスト力をケチればいくらでも上げられますし、まあエコモードっていうのは、まあ、快晴で、回復する電力の割合が多くなるん でアシストをちょっとでもケチったら、回晴は変わらないからねほとんどね、アシストをちょっとでもケチったら航続距離ガーンって上がるんで、その辺はうまくもう操作 し放題というか、だからあの200キロとかいう数字にほぼほぼ意味はないんですよ。まあ、逆にあの航続距離が前のやつより伸びたってことは要はアシスト力が弱くなったっていうことですよ。だってバッテリー容量は同じでモーターも変わってないんですからね、まあ、モーターの制御、まあ、多少変わってたとしても急にね、効率が何十パーセントも上がるわけがないですから、まあ、当然アシスト力をちょっとケチっているということで航続距離が上がったって、まあ、その辺実際ねあの前回の動画コメントでねアシスト力弱くなったってはっきりねコメントいただいたんで、まあ、そこまで分かるほど変わったのかってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、とにかく、まあ、なんていうかな、一番お得なのはお得っていうか、まあ、私はちょっとねそのスペック重視人間なんでスペックを気にする人であればやっぱり2020年モデルがおすすめですよね。でただパネルがね、2018年モデル以降で変わってて、その前のモデル2017年モデルまでは、青い LED5 個で残量表示で、まあ、あっちの方がなんかビジュアル面でちょっといいっていう風な方もねいらっしゃるみたいですけど、まあ機能としてはやっぱりね、数字で表示されている方がまあいろいろ回復率の表示とかね、まあいろんな機能がありますから、まあそっちの方がおすすめかなというところで、まあ2018年から、そのハード面でのねスイッチは変更されて、その後まあ制御がブラッシュアップされた2020年モデル、まあ正直2018年モデルとね2020年モデルそんな変わんない気がしますけど、まあでも、まあ、ソフト面で、まあ、ブラッシュアップされて、まあ、ほぼ最新の状態ですね、で、まあ、ハード面では、ハンドルロック一発二錠が採用されている、2020年モデルっていうね私はおすすめしたいなというふうに思います。まあ、ちなみにねあの TB1E とかに関してはまあ、ハンドルロック関係ないんで、なんで、まあ、それに関しては単純に値上げをしてるってだけかな。まあ、制御の部分も微妙に変わって、まあ、2020年、TB1E ってそう2020年でしたっけ、登場ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、あんま変わってないんで、ただ値上げしてるっていうだけっていう感じで思っていただいていいかもしれないですけどね。なんで、まあ、TB1E に関しては新型を買っても、まあ、値段の部分でちょっと高いけど、まあ、問題なければいいかなというふうに思います。でそれ以外のモデルは正直、スペックをちょっと落ちてる部分があるんで、TB1 以外のモデルに関しては、2020年モデルがおすすめですと、新型2022年モデルよりは2020年モデルのがおすすめですということで話をさせていただきました。はい、まあ、あとねあのブリヂストンさん、まあ、そろそろハードもね変わってもいいのかなってちょっと思う。あのスイッチですね、やっぱねボタンがねあの2つだとちょっとね電源ボタンとモードの切り替えボタンが同じって、まあ、長押しで電源オンとかねオフとかで、その軽く押してモードの切り替えですね、まあ、あれやっぱちょっとめんどくさいんで操作がねどうなのかなって思いますし、まあ、このNLPバイクもね電源ボタンとモード切り替えボタンとライトボタンと3つボタンありますし、まあ、3つでもちょっとモード切り替えをね何回も押さないとこういけないこともあるんで、まあできればそうですね、モードは上ボタンと下ボタン、まあ、強くするボタンと弱くするボタンですね、だから4つですね、電源ボタンとモード切り替えプラスボタン、モード切り替えマイナスボタン、そして、ライトボタンですね、その4つはやっぱりないとちょっと不便じゃないかなというふうに思いますということで、まあ、ぜひ、ね、ボタン4つのインターフェースになったブリヂストンのデュアルドライブ車出てくれたら、まあ、私もねちょっと新
しく買おうかなっていうふうに思ってますと。あとね、まあ、このエネループバイクのエコ充電モードみたいな平地で、軽く漕いでる時ですね、漕いでる時も負荷があんまり大きくない時はこういうふうにね充電続けるみたいなモードがもしできたら、まあ、私もねちょっとアルベルトイ、新しいモデル買おうかなとかってちょっと思ってますけど、うん、まあどうなんですかねまあその辺はでも、まあさっき言ったそのハードの変更も合わせてそろそろねやってくれたらいいなっていうふうに思います。まあせっかく値上げしてるんで、うん、何かしらのそういう付加価値のね向上、まあそこら辺はマーケティングで、航続距離がね増えましたっていうのをうまくやってるんだけどまあそれはまあ賢いなと思うけど、でもまあぶっちゃけねちょっとあんまりやっぱブリヂストンサイクルって会社自体はあんまり好きになれないっていうのはなんとなく皆さん分かりますかね、私の言わんところ言わんとしてるところ。ブリヂストンサイクルって結構頭がいいっていうか、騙してるわけじゃないし別に、いいんだけど、まあ、解析の月のモデルをね続けてくれてるだけでも全然ありがたいことなんだけど、でもちょっとそういうなんか賢すぎるというかね、うん、なんか情弱を騙す的なところがちょっとあるんで、その航続距離をね、200キロとかっていう風にしてるとかね、だからあんま私会社として好きじゃないでしょブリヂストンはね、うん、なんでパナソニックのが好きで、パナソニックのがなんかその辺ちょっと堅実な感じはするんで、まあ、その辺はハイ D2 とかいうね、本当に見た目重視のモデルとかっていうのはパナソニックはあんまやってなくて、耐久性ってある程度ねパナソニックの方はちゃんとマゾのモデルでも求めてたりするんで、なんかそのいったねところでブリヂストンサイクルって、まあだからどっちかというとブリヂストンってあんまメーカーというか商社という感じ、うん、ちょっと文系色が強い会社なんですけど、うん、まあだけど戦略としてね、うん、まあ航続距離、200キロっていうのはまあいいかなっていうふうには思うんですよ、うん、だけど、まあ、個人的にはね私の身内とかもこの動画をご覧になってる方にはその辺は、まあ、騙されないでほしいっていうか、まあ、別にねそれ分かった上で、新しいモデル買うのは全然いいんですけど、うん、後でね買ってちょっと後悔したみたいなね、全然前のモデルの方がアシスト強くてよかったっていうふうに、ならないように、まあ、そこはね動画で言いたいと思います、まあ、ちなみにそのエコモード以外はね、そんなにアシスト力変わらないとは思うんで、まあでもちょっと変わってるのかな、うん、まあでもパワーモードは多分変わってないと思うんでほとんどね、まあ、その辺は航続距離の違いを見れば分かると思いますけど、はい、ということでですね今回はブリヂストンのデュアルドライブ車改正機能付きの電動アシスト駐車ですね、最新モデルよりも2020年モデルをお勧めしますということで、その理由をお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。